車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車を紹介したいと思います。紹介してくれるのは浅井店長です。浅井です、よろしくお願いします。お願いします。浅井さん、なんか期間空きますよね、毎回。まあだって埼玉はあと関西だからね。ツッチーがね、ちょいちょい来てるじゃないですか。ツッチーが来てくれないのが悪い。というわけで今回お届けいたします、はい、よろしくお願いします。で、今回紹介する車がこの2台なんですけど、はい、2台まとめて紹介するのって、はい、あんまり多分なかったね、あんまりないですよね。はい、はい、大体は1台。そうですね、まあ、2台同時にカスタムさせていただいて、ホイールもね、実は同じデザインで同じコンセプトでさせていただいたので、まあ、同時に2台紹介したいなと思います。待ってください、でも2台紹介っていうことは、うん、そういうことですか。どういうことですか。いや、オーナーさん同士が仲いいパターンと、うんうん、両方とも同じオーナー様パターンあるじゃないですか。後者の方ですね。後者の方ですか。同じオーナー様のパターンですね。これは相当やばくないですか。そうですね、通好みのオーナー様ですね。でしかも撮影前にちょっと聞いたんですけども、はい、今回なんとありがたいことに車両も購入いただいてるということで、2台合わせたら大台超えじゃないですかこれ。そうですね、はい、ありがとうございます。余裕で超えてきますよね。それを一人のオーナー様の所有 で、うん、でしかも両方ともカスタマイズしてるって、はい、なかなかないんじゃないですか。そうですね、本当に。しかもね、車がそんなに希少車な、ウルスペルフォと GT3RS ですので。そうですよね、はい、なんでもう存在自体が非常に希少な組み合わせですけども、うん、今回じゃあカスタマイズしたということで順番にご紹介したいと思います、はい、でこっちからでいいですか。じゃあそっちから行きましょう、はい、ウルスから行きましょう。車がウルスのペルフォルマンテ。ペルフォルマンテ、はい、ただあのこれカーボンめっちゃついてますね。そうですね、純正というか、標準がフロントとフェンダーですから、まあ、見て分かる通りカーボンボンネット、この辺もまあ純正オプションですけど、オプションでついたお車になってます。なんか基本的には全部カーボンはカーボンなんですけど、この真ん中が出てるタイプ、そう、これはなんか結構選べなかったとかって。あ、結局ね、選ぶと納期がいつになるか分かりませんだとか、そういうので選べなかった人が多いので、まあ、カーボンボンネットをついてる人はどのくらいだろう、3割ぐらい、まあ、少ないのは少ないですね。というわけで今回の車はなんとフードもこのカーボンが出てるタイプ、ここのダクトも当然、そう、あとルーフもね、はい、これカーボン、ルーフもカーボンじゃないですか。でバンパーだったりのカーボンも全部入ってて、はい、でフェンダーも入ってる、まあ、そう、まあ、ここは、大体入ってますね。フロントスポイラーとフェンダーは、ただサイドが入ってないの。なるほど。というわけでしっかりカーボンパーツがフルフルで入ってて、カーボンパーツが入ってるということはこれ守らなくちゃいけないじゃないですか。ああ、プロテクションね、はい、振りがベタすぎますか。振りがベタすぎてありがとうございます。というわけでプロテクションも今回全部施工されてると、はい、これどこまで貼ってあるんですか。フロントフルですね、基本的には。ということでボンネット、フェンダー、バンパー、これヘッドライトも貼ってあるんですか。ヘッドライトも貼ってます。なるほど。この辺も傷つくと高いですからね、はい、まあ、事前に貼っといていただいた方がいいんじゃないかな、ね、最近は本当わからないですよね。わからないですよね。あとカーボンは修正できないじゃないですか。うんうんうん、あの塗装面だったら最悪塗り直しっていうこともできるんですけど、でもそれでもこれなかなかパールきつくて、メタルきついんからこう塗り直すって言ってもね、やっぱね色合わないですからね、最近のスーパーカーとか高級車、大変色塗りも大変なので、まあ、この辺は最初からやっといた方が絶対いいですね、はい、というわけでしっかりその辺の下準備、カスタマイズの下準備ですよね、もうしっかりして、まあ、ただもうプロテクションフィルムは標準装備ですよね。標準でしたか。標準ですね、はい、というわけでその辺もしっかり施工されていると、はい、そしてそんなお車に装着したホイールがこちらでございます、はい、アナーキー RS5.3。 王道のデザインのこの太めの5本スポークですけど、はい、あんまりありそうでなかったっすね。まあですしね、このねデザインはオーナー様の指定なんですよね。あ、そうなんですか。これがいいなっていう、これがいいなっていう、まあ、本国のアナーキーのオフィシャルの、ギャラリーにこのデザインの、まあ、ウルスがあって、もうビビビッと、来た感じで、まあ、このホイールのデザインを選びましたね。で割と最近まで削り込み競争じゃないけど、うんうん、なんか複雑なのにどんどん行ってたじゃないですか、うんうん、でなんか割と最近なんかこうシンプルなの、うんうん、出てきた感じですけど、やっぱりこのシンプルなのいいっすね。そうですね、やっぱりオーソドックスで5本スポークの、まあ、王道スタイルですけど、まあ、それとは言ってもやっぱりこの辺の削り込みはねちゃんと綺麗になってるのと、この辺のね、そうなんですよね、シンプルデザインなのにしっかり削るとこ削ってるんですよね。そうです。でここセンターカバー、これ初めて見ました。はい、だって特注だよって言われてまあそれはいいんですけど、どうやって閉めるのって言ったら、閉める工具ないから適当に考えてって日本についてから言われたっていう特注も特注で締め方も特注じゃないですか。そう、締め方も特に工具ないからねって日本についてから言われた、先言えよって思いながらな、まあ、そういうところもアメリカらしい、まあ、その辺はアメリカらしいですね、はい、というわけでもうホイール自体がまあほぼ特注じゃないですか、アメリカなんて、はい、
もう同じものは他にないっていう感じですけど、うん、さらにそこからセンターキャップが特注のセンターキャップになってると、はい、でこれでボルトホールが隠れてるんですよね。あそうボルトホールが隠れた、はい、まあ、よく伸びていくても最近あるデザインですよね。センターロックに見える感じの。そうです。だからスポークも長く見えるんで、はい、また表情が変わって見えるかなと。そうですね、はい。そして今回フィニッシュはこれどんな感じになってるんですか。フィニッシュはもうサテンブラック、もうこれもシンプルにデザインに合わせてシンプルにサテンブラックディスクとリモグロスブラック。なるほど。でヒドゥン、ハードウェア、まあ、はい、隠しピアスボルトですね。裏からピアスボルトが打ってあるんで、はい、まあ、見えないタイプのホイールになってると、ね、そしてもう24インチですね、はい、24ですね。24はね、いろいろ問題はあるんですけれども買える人は多いですね。ウルスのマックスサイズですよね。24ですね、まあ、一応標準が23なので、はい、まあ、23か24が、まあ、おすすめのインチになってます。まあ、この辺はあのご存知の方も多いと思うんですけれども、いろいろ問題あるっていうとなんかいろいろ想像されちゃう方もいると思うんで、うんうん、改めてになりますけど、あの24にするとなんか足回りのその変更がなんか車が読み取って、そうだね、そうですね、なんか警告灯、ギアのマークの警告灯が出るの、はい、ということで、まあ、走行には支障ないんですね。走行には支障ないです。なんで、まあ、24インチ検討されている方は、まあ、そういった可能性もなんか出ない車もあるんですよね。で、まあ、でもほぼほぼついてるけどね。なるほど。だからこれはもう日本だけじゃなくてアメリカでも全世界出てるので、うんうん、まあ、これは仕方がないのかなという、そんな感じです、ね。まあ、その辺もあるんで、まあ、24検討されている方は覚えておいていただくといいのかなと、はいはい。そしてあとはどの辺をカスタマイズされてるんでしょうか。これ実は車高下がってるんですよ。あ、低いです。下がってんですね、はい、そう言われるベタベタっすね。もともと4駆でこの車高低いねっていう話なんですけど、もともとウルスペルフォはバネなので、もともと車高は結構低いんですけれども、まあ、さらにノビテック製のボーツスプリングで車高を下げてます。大体2センチぐらいだったかな。なるほど、はい、下がってます。ペルフォってもうバネしかないんですよね。バネしかないです。エアサスはないのでバネのみですね。で乗り味が結構話題じゃないですか。硬い。まあ標準でも結構硬いからね。バネレートまではね公表してないんでわからないですけど、バネ自体は短かったような気がしますね。乗った感じどうですか。まあ硬いよねそんなにでもあんまりこう、あ、でもそんなに高速走行でしとかでしたらすごくいい足ですけれども、300キロ出すんだったらねちょっと跳ねるかもしれないですけど、まあ普通の日本で走る分ぐらいだったら全然問題ないような感じですね。まあ今の車は電子制御のショックも頭いいですからね。そうですね、ついてるから、いわゆる昔のなんかバネで車庫さんにした車みたいにこう跳ねる感じではないということ で、スタイリングがかなりアップしてると、はい。であとはこれペイントのカスタマイズとかっていうのは特にしてないんですよね。あ、してないです、はい。多分グロスブラックパッケージだったっけ、純正で入ってると思いますが、これね、あのサイドはねカーボンついてなかったの、はい。これついてないんですね。そう、ここもグロスブラックだったの、もともと。でもね、ウルスペルフを見てもらったら分かるけど、ついてない車は結構多いから、ボンネットついててもサイドついてない車の方が逆に多いから。へー、うん、カーボンパッケージに含まれないってことなの。ね、カーボンパッケージはさっき言ったようにフロントとフェンダー4枚とリア、はあ、でオプションでボンネット、ルーフ、リアスポオプションだったっけなになって、でサイドもオプション。でもサイドは一番納期がかかるって言ってみんな諦めたの、はい、選ぶの。そういうことなんですか。だからついてない車は多いですけど、ちゃんとほらついてます、はい、しっかり交換されてると、はい、でこれじゃなかなかレアですね。サイドまでやってるのはレアだと思いますよ。まあもうここの辺はね、オーナー様もあの皆さん言いますけど、自己満足の範囲ではありますけれども、はい、でもやっぱり他のとこついてたらサイドやりたくなりますよね。やりたくね、面積も大きいですから、ね、そうですよね。そうです。フロントリアで他のところもフードとかルーフになってるんであれば、やっぱりサイドやり残した感が若干出ちゃうんで、そうです、そうです。まあ、今回はしっかりこの辺も、はい、お値段はもうあのド級のお値段ですよね。そうですね、はい、そしてリアはこれ同じく24ですけど、はい、まあ、フロントとリアでねタイヤサイズも違いますし、リアの方が、極太サイズにはなってますね。これ355ですか。355ですね。というわけでリアはググッと太くなって、もうそもそもあのディスクの取り付け位置というか、このアウターリップのサイズは違うんで、違うんでね。まあ、フロントだとこのスポークの端がちょうどリムにこう、うん、少し被る感じでしたけど、どのくらいですか、2センチぐらい、ね、さらにこう内側に入ったところにスポークが来ているということで、はい、表情結構違いますよね。そうですね。で、まあ、もちろんお客様指定のマックスコンケーブで、あ、これマックスコンケーブなんですね、うん、メーカーにもう3回ぐらい4回ぐらいマックスでマックスでもうくれぐれもマックスで可能な限り可能な限りマックス逆反りさせてくれと、させてくれ。まあその辺はね、あの向こうも強度計算とありますから、 したらした分だけ強度がねどうしてもバランスがあるので、まあこれがマックスでも、横から見たらだいぶ、そうです ね、フロントも結構きつくついてる感じなんですけど、はい、リアに関してはもう斜めから見たらもうセンターが見えないぐらい、見えないぐらいですかね、はい、しっかりコンケーブがついてるん で、はい、で思うんですけど、こういうスポークの数が少ないホイールで特にコンケーブがついてるホイールって回ってる時かっこいいんですよね。あ、確かにね。ですよね。
というわけでしっかりその辺も演出されていると、はい、そして後ろも最初にも触れた通りカーボンパーツ盛りだくさんということで、はい、この辺は純正オプションですけども、そうですね、ルーフのウィング、トランクのこのスポイラーとかもですよね、カーボンしっかり入ってて、そうですね、一周どころかもう上もしっかりカーボンが入ってる、もうだから本当に手数といったらめちゃめちゃ多いかっていうとそうじゃないじゃないですか、うんうん、でも非常にまとまってるそうですね、ウルスになってると。そしてウルスの紹介はこんな感じなんですけども、気になるもう1台、はい、行っちゃっていいですか。もうバックから取りちゃいます。後ろから行くんですか。後ろからの方が切らないですか。ここのコンケーブ、このコンケーブいいんじゃない、このコンケーブ、はい、というわけでこちらのウルスの次に紹介するのがこちら GT3RS ってことなんですけれども、これなんと同じホイールが装着されてると、はい、これすごいっすね。ねえ、かっこいいですね。なかなかこう同じホイール履いたりとかでないじゃないですか、うん、だから2台所有してるとなんかおそろコーデができる。あ、確かに、はい、それって複数所有してないと絶対できないじゃないですか、まあ、しかも、ね、この似合うあの5本スポークが似合う両方スポーツモデルっていうのは、まあ、それ特権かもしれないですね。そうなんですよ。だからディスクとかだと、まあ、最近だとレーシングなディスクとかもあるんで、うんまあ、SUV とこういったスポーツカーで同じホイールっていうのも成立しなくはないんですけど、うんうん、なかなか難しいと思うんですよね。そうですね。かといってなんかすごいレーシーなホイールにしちゃうと今度 SUV に合わなくなっちゃうし、はい、SUV らしいホイールにしちゃうと今度スポーツカーに合わなくなっちゃうしと、うん、いうことで今回この絶妙な5本スポークが両方どっちに履かせても似合う仕様になっていると。そうですね。ただこれだいぶ表情というかホイールの感じは違いますね。だから、あ、そうだからこのオーナー様のね、あのチョイスというかあの選択なので本当にオーナー様のセンスがいいなというところは、やっぱりポルシェはあんまりスポーツ度出しすぎないためにあえてアウターリップをポルシェにしたと。なるほど。で全然表情違うでしょ。はい、なんかあのこっちはこっちで24で迫力で、まあ、ポリッシュにしたらちょっとやりすぎちゃう気がするので、あえて黒いモノトーンで白黒で、まあ、十分ラグジュアリーですからね。そうです。であえてポルシェはもうこう一点でポリッシュを持ってきたってことで、ただディスクはグロスブラックでボディ色と合わせてやることによって、まあ、一体感が出るような感じ、もうすごいかっこいいですよね。なるほど。確かにこれ GT3RS ても車自体がすごい体育会系ですからね。そうです。そこでまあ体育会系にするのもいいんですけど、ちゃんとバランスを取ってると。 そしてディスク同じく見えて、実はペル4はこのサテンで、ああ RS の方はグロスという。あんまりだからポルシェだからって言ってスポーツ感を出しすぎなかった、はい、まあ、どちらかというと、ね、こっちがラグジュアリースポーツ、ウルスがラグジュアリースポーツで、はい、ポルシェがもう本当にキスするのもこのリアウィング見たら分かりますけれども、スポーツなんでスポーツを出しすぎないようにアウターリップポリッシュでディスクを、グロスブラック、まあ、これもオーナー様のセンスなのですごくいいセンスで仕上がったなと思いますね。なんか2台とも洒落てんなって感じですよね。あ、そうそうそう。こっちはモノトーン、こっちはスポーツなんだけどちょっと高級感がある。ただサイズとかそのセッティングは、ね、うちがやりましたので、サイズもね一応純正って20と21インチなんですけど、まあ1インチだけちょっと上げてね、はい、ちょっとだけ扁平して、扁平を薄くしました。というわけで実は同じデザインのホイールを違う仕様にして、はい、違う車にお揃いで履かせてる。履かせる。これはだいぶ上級者だし、あの資産がないとできない、まあ、そう贅沢カスタマイズですからね、また高いアナキーですからね。確かに。そう。あ、でこっちはピアスボルトもね、だからそれに、なるほど、それに伴って、こっちはヒドゥン、要は隠しハードウェアですけれども、こっちはピアスボルト、はい、あえてね出して、あ、なるほど。デザインこそ一緒ですけど、いろいろこう細かいところを追っていくといろいろ違うと。そうですね。こうピアスボルトが出てるんで非常にレーシーな、センターロックですからね、この辺も。あ、そうか、こっちはリアルセンターロック、ね、こっちはリアルポルシェなんで、はい、リアルセンターロック、になってます。というわけでこんな感じで仕上がっております。じゃあ最後になりますけども、はい、浅井さん感想を聞いてください。感想。あ、感想。あ、はい、じゃあ、土どうですか、この2台を見てお願いします。こう来るとは思いませんでした。そしてめちゃくちゃなんか贅沢な遊び方じゃないですか。あの普通なかなかこういうド級の車2台ってなかなか両方所有してるよ、2台所有してるよって方は少ないと思うんですよ。でなおかつそれをお揃いのホイール履かせて遊ぶって普通の方できないじゃないですか。そうですねできないですよね。限られた方しかできない遊びですけども、羨ましさがほとんど勝ってますけど、ね、はい、この遊び方がめちゃくちゃかっこいいなと思いました。そうです。浅井さんはいかがですか。いや、あのセンスがね本当にあのさっきもずっと言ってますけれどもよくて、僕も例えば最初ポルシェとか、まあ、これ何がいいって言われた時にメッシュとか、まあ、どうですかって言ったんですけど、やっぱりここは回って5本スポークおいいなと思って、はい、まあ、お客様と一緒にギャラリー見たんですけど、あ、なるほどねと。この5本スポークでこういう本当、白でもうホイールを黒くして5本スポークシンプルにして、でこっちはちょっと、ポリッシュを残して5本スポークやるってなったら、やっぱね
一瞬待ってちょっと新しく見えたのと新鮮に見えて、でシンプルでやっぱりいやらしくないので、あすごい あっさりしてるけれどもやっぱり見る人が見ればかっこいいな、まあ、土が見ればねやっぱり羨ましい、こうなんか同じコンセプトですごいかっこいいみたいな感じで思いましたので、あじゃあもうそれですぐ決定だからね、早かったすぐ決定、そうなんですか、そうすぐ決定になったので、そういう意味では結構直感って大事だなと思ったりしますね。でお客様のやっぱり直感だとかそういうのはすごくいいと思いますし、あとはねそういうギャラリーとか参考にしていた、うん、本国のギャラリーとか誰でも見れますので、そういうのを参考にしていただいて僕らにイメージをしていただければ、こういうふうに具現化させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。歴代もこのこれ級の車をずっとカスタマイズされてきたお客様なんですよね、うんうん、だから本当に慣れてるなっていう感じを感じておりました。というわけでじゃあお客様からの提案でも浅井さんからの提案でもいろいろできますよね。はい、はいはい、いろいろね、できますの でもちろん車両のご用意もできますので、はい、お気軽にボンド大阪までお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。